こんにちは、スイッチマンです。第2次スパロボ OG、第27話始めていきます。前回はアリエールが加入し、インズが確定しました。今回は南極での、ジョッシュと15メインの話です。なので、サーベラスとエールシュバリアーを強化パーツで持っておきます。回復手段に困りそうなので、リペアキットの方が安心かな。サーベラスにリペアキットを持たせよう。それでは始めていきます。
それではスタートです。熟練度は5ターン以内に17機の敵を倒さんといかんようです。死人多いな。とりあえず進軍します。できれば助手末で倒したいんですよね。出力、イエローゾーン、もうすぐブルーに。いや、今すぐ仕掛けるぞ。落ちろ。なるべくこの二人は隣接させときたい。エルシバリア、やれるはずだ。俺とお前なら。ソードとシールドの組み合わせで。夢候補がまた一人。この機体は射撃オンリーか。リムには浮き漏らした敵を始末しつつ進軍してもらうとします。集中使わないときついな。早く父さんのところへ行かなきゃ。あぶつまった。聞いたことある声ですね。誰だったかな。とりあえずヒューゴと助手マスはダメージ与えつつ移動します。まんべんなく削っていき、反撃で落とす感じですね。ほんで、打ち漏らしたのはリムが始末する。名付けて、ヒューゴと助手末が削って、反撃で打ち漏らした敵はリムがやる。完璧です。次は私の番。ターゲットロック。落ちてよ。行け。素晴らしい。続々させてくれるキャラが加わってきますね。順調です。
順調すぎて怖い。私のスパロボの腕も上がってきてるのかな。ぼちぼち女子マスもエースになるかもです。よし、ではリムで落としていきます。遺跡からアナロが出てくるなんて、早く父さんのところへ行かなきゃ。これでどう？なでしこの艦長と同じ声ですね。名前知らんけど。現在43機か。ジョシュマスにも撃墜数フラグがありましたもんね。動かんのか。そんなもの、この子には。ちょっとセクハラさせてもらいますね。どこ行くつもり？ターゲットロック。あの見れ方はもう地肌に洋服のペイントをしとるとしか思えん。はあ、美女に生まれ変わりたい。ほんでいろんなことしたい。てかぼちぼち17期にならんかな。この子を狙っても無駄なんだから。こっちからはまだ見えてるのよ。マジで天才通しました。発射。15は特にフラグはなかったよね。まかりはしない。あら、意外にあるじゃないの、ユーゴ。このタス、逃しはしない。マジンガーポット、展開ゴー。落ちろ。入り口を囲んだ遺跡は何もしてこんようですね。あと一機じゃないか。最後はリムで行きたい。これ使ってみよう。遺跡からアナロが出てくるなんて、早く父さんのところへ行かなきゃ。来て、アルスノーダ。ランルン、ハージ。ヘッド。この。Thank you.
この武器はあんまり使わないかも。ジム、いいじゃない。二重人格ってキャラも、カチーナのオッドアイよりキャラが立ってるし、何より揺れるし。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。